モトラトスクマムービーご覧いただきまして誠にありがとうございます。今回は2017年に、発売予定の、BMW モトラットのご紹介をしたいと思います。こちらの撮影は今2017年の2月の下旬に、撮影しております。現時点で SNRR の2017年モデル、R90 スクランブラー、 C650 スポーツ、 GT はすでに発売になっております。そうですね、今年はユーロ4が導入になりまして、マフラー関係ほか、何かしらのその規制に対応するパーツがついてたりとか、それなりにちょっと変わる年です。他の車両ですね、昨年は、100周年記念でセレブレーションエディションが発売になった年で、レギュラーモデルは基本的に非常にリリースが少なかったんですが、今年はそうですね、そのバリエーションモデル並びにその規制対応モデル、そして、実質フルモデルチェンジに近い車両と、多岐にわたる車両がデビューします。特に、技術面で考えると電気バイクですね、ミドルクラスのスクーターの電気バイクが発売されるというのが一番こうエポックメイキングな話かもしれません。原付クラスとかですと国産、会社ですともうすでに電気スクーターはあるんですが、いよいよミドルクラスに、本格的にいわゆる生産モデルして導入するというのは、BMW モトラットならではのものかと思います。ちょっとご紹介していきます。まず K1600GTL のご紹介です。海外の情報ですので日本に導入される場合は若干の小変更ほか設定の変更があるかもしれませんのでご了承ください。まず、話で出ているのはエクスクルーシブというグレードがありました。外観上、後ろのこのタンデムのところの、背もたれですねに肘掛けがあるモデルが、設定があったんですが、今回からエクスクルーシブの設定がどうやらなくなるようです。GTL ですね、グレードで言いますと GTL、GT、GT スポーツ、スポーツというのは燃料単価が若干少なく、いわゆるスポーツ志向に振られているものですね。ステップ関係が違うモデルです。こちらの GTL に関しましては、カラー暫定3色予定しているようですね。はい。まずこの原車のカラーはエボニーメタリックです。パソコンのちょっと画面です。ちょっと分かりづらいかと思いますがすいません。あとサンダーグレーメタリック、そしてライトホワイトの3色です。360度ビューがちょっとこの画面だと見れませんので、この後の GT でちょっと横のビューとかご覧になれると思います。変更点に関しましては、新しいウィンドディフレクター、新デザインのサイドトリムパネルおよびスリップストリームディフレクター、この部分が変わります。そしてクロームのモデルネーム、ここもちょっと変わっております。そしてミラーもどれか変わっているようですね。この辺りでもセクションは特に変わってないようです。そして、機構面ではリバースギアがとうとう登場となります。過去のモデルで K1200LT とモデルがありました。そのモデルはバックギアが唯一ついたモデルですが、もう現状でも生産中してかなりの前のモデルになりますが、それ以降バックギアがついたモデルは、設定が BMW モトラとはありませんでした。久々のリバース付きギア付きのモデルのリリースになります。次ちょっと GT いきます。このカラーはマーズレッドメタリックというカラーですね。もう一色目がブラックストーンメタリックですね。これは今現行モデルでもあるカラーになります。ミラーの形状パッと見ちょっと見る限り、確かにちょっと変わってる感じでしょうかね。あとこれが GT スポーツのみのカラーになりそうですね。ルパンブルーメタリック、ブラックストーンメタリックの2トーンですね。ステップ関係のちょっとこれ細かい写真というかじゃないですけど、ステップ関係はちょっと違います。そしてスクリーンがショートタイプのスクリーンがついております。これが GTL です。あとごめんなさいね、マフラーもちょっと違いますね、ごめんなさい。この衣装もちょっと変わってますので、
ですね、次に F シリーズちょっと行ってみましょうか。F シリーズは今回からいよいよライドバイワイヤー、アクセルワイヤーがなくなりました。それに同時に、2ライディングモード、いわゆるライディングモードプロが装備になりました。これはちょっと余談です。ライディングモードプロがつくと大概クルーズコントロールの装備が、あの GS 並びに RT、RS、RT とあるんですが、もしかしたらオプション設定ができるかもしれません。となってくると、場合によってクラススイッチ関係のちょっと変更が、もしかしたらあるかもしれません。これはすいません、ちょっと余談です。出るかどうかちょっと分からない話ですね。はい。それとあとマフラーの新デザインのリアのサイレンサーキャップですね。この部分はどうやら違いますね。今のこの GS とかも実際違いますね。F700GS、F800GS、F800GS の、トロフィー、F800GS アドベンチャーはもう2017年型がすでに発売になっておりますが、いずれもそのアクセルワイヤーがついているライディングモードプロですね。あとマフラー形状とかユーロ4対応でこれ変わっているということですね。ユーロ4に関しましては、このマフラーとリフレクターがまず外面上の違いですが、細かく見ていると、まあ、ディズミスの触媒の形状ほか、あとグリップヒーターのスイッチの衣装の変更とかがあります。 F800R に関しては、現車の今カラーが、ライトホワイトですね、ルパンブルー、レーシングレッドのこれ3色3トーン、レーシングレッドのカラー、あとはブラックストーンメタリックの3色になります。ですね、ブラックですね。はい。F800GT も、ライドバイワイヤーになります。カラーもこうニューカラーになります。マフラーもそうですね、このカラーマフラーですね。はい。モトラットスクバのフェイスブック、もしくはあの BMW モトラットジャパンの、サイトをご覧になっていると、スクリーンがこれ最近ちょっとオプションスクリーンが出てるんですね。ツーリング志向に高いスクリーンが出ておりますので、こちらの車両のご購入を検討されている方はその部分もご承知ください。このカラーは、グラビティブルーメタリックマット、いわゆる艶消しのブルーですね。ちょっと根茎の色でしょうか。現車で見るとちょっとイメージが違うかもしれません。それとあとライトホワイトですね。これはあの現行のモデルでもあったカラーになりますが、この分とかもちょっと違いますね。はい。はい、これはブラックストーンメタリックですね。ここにちょっと BMW のロゴが入って、ちょっとツートンっぽい感じですね。はい。これが GT になります。次に S1000R ちょっといきますね。S1000R はありますかね。はい。S1000R はかなり変わります。言うなれば S1RR と同じような装備に近くほぼなります。まずはシフトアシストプロですね。ある程度その発進停止時はクラッチを握らないといけないわけなんですが、走行時にクラッチを握る頻度が少なく、握らなくてもシフトアップダウンができるシステムです。走行モード全 100% としましたら、約8割型をこのシフトアシストでシフトできると、クラッチレバーを握らなくていいという機能です。非常にこれは便利な機能です。パース点数自体は後付けのオプションの設定である GS などに、もしこのアシストプロをつける場合は、わずか2点のパーツ変更で、あとコーディングという作業でやることができます。スペック上ではあと5馬力プラスで165馬力になる予定ですね。ライディングモードもレインロードダイナミックダイナミックプロという感じです。DDC がどうやらダイナミックダンピングコントロールがつく予定です。
ダイナミックダンピングコントロールに関しての資料はちょっと他の資料を見ていただきたいんですが、簡単に言うとコーナリング時他のサスペンションの調整とかも入るという電子制御サスペンションの機能です。そして、現行では ABS プロ、これも ABS プロがどうやら導入されます。ロール方向と両方向のセンサーが兼ね備わった、システムで、コーナリング時の ABS の加減を、コンピューター側の方でしていただけるというものです。カラーに関しては、こちらカタラのグレーというカラー、ライトホワイト、ルパンブルー、レーシングレッドの、3トーンですね。はい、パッと見なんか昨年のセレブレーションエディションカラーにちょっと似てるんですけど、このカラー、まあ、いわゆる M カラーに近い色ですね。それとあとレーシングレッド、ブラックストーン、メタリックの3色になります。非常に攻め系ライダーには歓迎する装備になりそうですね。そして HP のマフラー、ハイパフォーマンスですね。HP のマフラーがもしかしたらチタンサイレンサーがこれ装備になるやもしれません。これはすみません。ちょっと海外情報ですんで、海外ではついてるんですが、日本導入する際もおそらくこれ導入されるかとか、ちょっとまだ、正式コメントは控えさせてください。あくまでも情報です。はい、そして SSN-XR いきます。SNXR に関しましては、SNR とどうやら5馬力アップという感じです。エンジンのその仕様の違いに関しては、XR 並びに R は吸気系が結局固定マニホールドといって、まあ、吸気系で結局固定しているんでパワーを若干抑制しているというシステムです。 SNRR は吸気系が可変吸気になりますので199馬力をクリアしているというところなんですが、実際その他で、フルスペック165に対して199なので、まあ、それだけの差が出てしまうということですね。まあ、実際、この XR に SNRR と同じフルスペックのエンジンを乗せると、まあ、サスストロークが基本的にありますので、かなり技量要する車両になるかもしれませんが、ある意味こう165馬力ぐらいがちょうどこのバイクを扱うにはちょうどいい馬力かもしれません。カラーに関してはレーシングレッド、それからオーシャンブルーメタリックマット、いわゆるツヤ消しのブルーですね。そしてライトホワイト、グラニットグレーメタリックレーシングレッドの3トーンなんですが、日本道順にカラーの設定がどうなるかはちょっとこれから公式発表になります。入手ができないカラーが出てくるかもしれません。少なくともこの赤はまず大丈夫だと思いますが、他の色がちょっとまだ分かりませんのでご了承ください。あと今年は R90 のシリーズがかなり出ます。5車種、現実にその昨年のスクランブラーからスタートしてますが、メインの R90 も変更になります。R90 の一番主だった変更点、外観上ですとフロントフォークアジャスタブルサスですね。あとそれからグリップヒーターが装備になります。現行の車両がまあ192万5千円ということなんですが、それと比べると価格差はかなりお払いになります。実際200万を切るプライスで出るというふうになります。これはもう近日発売になるということを聞いております。で、一番の実は機械面の変更、まあ、そのサスペンションもそうなんですけど、フロントフォークのネックのこの角度、いわゆるこのフロントフォークキャスター角も変更になります。現行で 64.5 度なんですけど、こちらの2017使いのものから 63.2 度になりますので約1度、経つという感じになります。街中ほか、コーナリング重視の、どうやらセッティングに変わるようですね。はい、色に関してまだこれからなんですけど、おそらくブラックストロームメタリック1色のみの設定になると思われます。まだちょっとこれも正直言うと分かりません。去年これスペシャルエディションでこのアルミの打ちっぱなしの、タンクのやつがありました。クリア塗装のみのやつですね。はい、これはちょっとまだ分かんないですね。海外でどうやらこれリリースされているようですが、はい、なかなか魅力的なカラーですけど、これもちょっと日本通りにはちょっと分かりません。はい、
そして R90 レーサーというモデルです。これはざっと説明しちゃうとですね、まあボディ同色のハーフフェアリングですね、ライトホワイトになるんですかね、ラウンドヘッドライト、 BMW ロゴ付きクロームメッキリングですね。ちょっとこれ拡大配信でわからないんですが、まあ、いわゆるライトのこの真ん中あたりに BMW のロゴがあると。ブラックキャストホイールですね、スポーティーなポジションのフットレースほか、まあ、レーサーに、っていう名前ですから、そういうポジションになるということですね、それから新しいクラシカルなスピードメーター見えますかね、あ、変わってますね、スピードメーター、タコメーターが変わります、それから新しいフォークブリッジ及びハンドルバーですね、ここもちょっと変わってます。タンクはスティールです、鉄です、ライトホワイトにペイントでデカールがこれついてる感じですね。あとブラックシートですね、これも専用なのかな、ちょっとこれはどうでしょうかね、R90と共通なのかな、ハンプカバーとかとこれが塗ってあるとちょっと違うに見えるんですけど同じように見えます。マフラーは2インワンのマフラーになります。カラーは一色のみですね、はい、こちら現時点でお手合わせが多い車両です。次にピュアというモデルをご紹介します。ピュアに関しましては今のヘッドライト関係のこの部分ですね、ラウンド付き、ラウンドヘッドライト、 BMW ロゴ付きクローム、メッキリング、ボディ同色ヘッドライトハウジングですね、これ同色ですね、色に関してはカタロノグレーというカラーですね、先ほどもちょっと他のラインナップであった色ですね、はい、鉄タンクです、ブラックシートです、ブラックキャストホイールになります。ツインワンのマフラーということなんで、今ちょっと前にご紹介しましたレーサーの、ネイキッド版でメーターが1メーター、スピードメーターのみの1メーターという仕様が、こちらのピュアになります。今度はアーバン GS というモデルちょっとご紹介したいと思います。パッと見 R80GS の、再販かと思われる感じなんですが、実は R90 のバリエーションモデルとして設定になるということです。こちらも、この部分のヘッドライトですね、違います、プラスチック製のフロントアップフェンダーですね、あとエンデューロフットレストですね、これも鉄タンクになります。ライトファイトペイント、デカール付き、ワンピースレッドのシートですね、これ2人乗り仕様もどうやらなんかできそうですね、できそうですね、日本仕様はどうやらスポークホイールで出るんじゃないのかなって話が出ておりますが、基本ブロックタイヤを組むと速度制限の問題とかちょっと出てまいりますので、そのあたりはメーカーの方でおそらく調整はしているかと思われます。非常にこのニーズがありそうな車両の一台ですね。それから今度 1200GS に参ります。 1200GS に関しましては、外観がちょっと3箇所ぐらい変わります。新デザインのアッパーフロントホイールカバーですね、この部分、この部分が違うですね、この部分ですね、それとあとウィングレットと言われるスモールストリップストリームディフレクター、この部分ですね、ここがちょっと違いますね。あと新設計されたエアインテークシュノーケル及びタンクサイドトリムですね、この部分はちょっと違いますね。これ今原車ブラックストーンメタリックですね、ライトホワイトの2色ですね。これがちょっとまだはっきりとは言えませんが、いわゆる基本グレードになるようですね、はい、
あと YouTube とかでご覧になってますと、ラリーというグレードとエクスクルーシブというグレードがありまして、暫定的に今言われているのはヒルスタートコントロールというものがつきます。ヒルスタートコントロールというのは現状で R1200RT で装備されているものなんですが、インテグラルブレーキ のシステムを利用したもので、フロントブレーキを握っている状態でリアブレーキのロックができると、坂道で後ろに下がる必要がないと。まあ、通常坂道発進ですと、リアブレーキを踏みつつクラッチをつないだ駆動力をつないだ状態で、徐々にクラッチを離していくとスタートできるというのは坂道発進なんですが、ヒルスタートコントロールに関しましてはリアブレーキを踏まずフロントブレーキを握り込んだ状態で、ヒルスタートのモードに入りますので、その状態で、後ろに下がらないでできるという感じです。オフロードバイクの場合には、ダートで例えばヒルクライムで、坂道で、途中で止まってしまうと右足を外すのは非常にリスクですという点で、非常にもしかしたら GS はかなり意味のある装備かもしれません。そして C エボリューションご紹介です。C エボリューションに関しましては、まあ、業界初だと思うんですが、このクラスの電気バイク、電気バイクっていうと、まあ、四輪車ですとまあ、プリウス、トヨタのプリウスほか、今ハイブリッドカー、プラグインハイブリッドでありますが、整備する側としては結局法整備資格がないといけませんので、私どもも、今後その資格を取って、整備できる状況を整えるのがまず第一先決で、あとメーカーの方ではその日本酒に対応したものを結局リリースしていただくというのが必要なことになりますが、いよいよ街中に普通に走る日がもう近くなってきました。内燃機関よりも、電気系の方、いわゆるモーターを使う方が力率、効率は非常にいいです。かなりハイパフォーマンスな車両なんていうのはある程度予想できます。そしてあともう一つ二つと、いよいよいわゆる日本の免許の普通二輪免許で乗れる G310RGS が、今シーズン出ます。今これはまだ直近ではありませんが、出ます。すいません、これ1年ぐらいちょっと待たせしている車両で、もうまだかまだかと皆さんから言われている車両なんですが、出ます。インドの TBS モーターと BMW モトラットとコラボした車両で、インド生産車両になります。現状で今、BMW のエンジンメーカーとコラボしているのは、この GK の結局 TBS モーター、あとスクーターの C650 スポーツ GT に関しては、台湾のキムコが BMW がオファーをしてやっている車両、 F シリーズに関してはロータックスという感じの、提供をしております。こちらのカラーは、パールホワイトメタリックですね。それからこちらはコスミックブラック、それからストラトブルーメタリックの3色になります。そして追って GS310GS というモデルもリリースされる予定です。はい、こちら、そうですね、こちらも3色ですね。レーシングレッド、コズミックブラック、パールホワイトメタリックという感じです。最近、他メーカーを見ますと、このクラス若干こうリリースの動きがあるわけなんですけど、ゴタブリモレルズ BMW クオリティでやってるというところがまずポイントになります。でこのクラスの問題というのは、オフローダーであるとなると車重の軽さが一番高速走行とかでネックになってくるわけですが、暫定車重スペック面って約160キロぐらいということなんで、もしこの1台で全てを通そうとすると、実際高速道路の走行も余儀なくされると思いますので、そういう点でこの車重というのは非常に歓迎すべきことじゃないでしょうか。実際後方排気のエンジンですので非常にこう上の方もあるという噂が立っております。まだ現車ちょっとライドしたことがないのではっきりしてないんですが、そのあたりが非常にこうなかなかこのメーカーは走ることがよく分かっているということが言えると思います。販売価格に関してもそれほど、そうですね、高額にならないというお話も聞いてますので、発売か BMW という方がいよいよ発生する元年になるかもしれません。
はい、ちょっと長くなりましたが、以上で2017年の BMW モーターラットの海外情報で今年発売になる予定の車両のご案内でした。モーターラットつくばムンビーでした。